はいどうも、皆さんこんばんは、モッティでーす。ということで、とうとう解禁されました、ポケットモンスターサン&ムーンポケモンバンクー。ということで、今日はですね、本日1月25日に解禁されました、ポケモンバンクの特別実況をやっていきたいと思います。まあ、ポケモンバンクに関するあれやこれらのお話とか、まあ、あとは皆さんがですね、とびっきり得するようなとっておきなお知らせもありますので、ぜひこの動画最後までご視聴いただきたいと思います。それでは、スタートー。いや、久々ですね、ポケバンク自体起動するのが。僕もね、早速ね、コンビニで、マリオの顔のプリペイドカード買ってきまして、早速ね、有効期限をね、引き延ばしました。はい。ということで、じゃあまずはですね、このポケモンバンクっていうのがどういうソフトなのかっていう説明からさせていただきたいと思います。このポケモンバンクはですね、ポケットモンスター、オメガルビー、アルファ、サファイアとか、ポケットモンスター、XY とか、まあ、それ以前のポケモンの、作ったポケモンをですね、この現代に持ってこれるっていう、まあ、そういう架け橋的なソフトですね。なので、まあ、いわゆるその、シングルレートとかフリーバトルで、過去さんのポケモンが使えるよみたいな話が結構ね、まあ、1、2週間前からずっと出てたと思うんですけども、まあ、要はその架け橋になるようなソフトといった感じです。で、基本的には任天堂 e ショップで無料でダウンロードはできますが、実際に使用するには、1年間500円の、まあ、利用券みたいなものを買わなきゃいけませんね。はい。なので皆さんもぜひこのソフト活用される場合はですね、任天堂プリペイドカード使って、500円分、使用していただきたいなというふうに思います。で、まあ、早速、まあ、そんな話をこう、詳しく具体的にね、説明していけたらなというふうに思うわけなんですけども、とりあえずは、まずはポケバンクっていうのを使ってみましょうか、せっかくですからね。今日初心者講座的な感じになると思うんですけど、まあ、許してください。ちなみにバトルも後でやろうかな、ちょっと思ってますけども。とりあえず、アルファサファイア起動します。はい。で、まあ、こんな感じで起動すると、いろんなプレゼントとかがもらえますけども、まあ、その辺はもらいたい方はもらってくださいっていった感じで、おっと出てきた。こちらですね、上の画面がポケモンバンク、僕のポケモンバンクに預けているポケモンたちですね。で、こっちの下の方が、ポケットモンスター、アルファサファイアの僕のボックスの中といった感じです。まあ、前回ご紹介したと思いますけど、こんな感じでずらっとね、ポケモンが並んでいるわけなんですが、今回はですね、皆さんにですね、ここで、とびっきりスペシャルなお知らせがございます。というのも、まあ、今回、ポケモンバンクが解禁されたということは、まあ、いわゆる過去の、ソフトを持っていないとゲットできないポケモンがこれから大量にね、バトルに、めっちゃ出てくると思うんですよ。ってなると、もう、サン&ムーンしか持ってない人は、もう完全に不利じゃないですか、って感じになるじゃないですか。うん、完全に不利です。100% 不利です。はい。なので、そんなね、皆様のために、ちょっと私、ミラクル交換税としては、やっぱりね、放っておけないなということで、あ、なんか一個空いてますけど、見てください。例えば、こういうですね、加速アチャモとか、あとは、皆さんが知ってるところで言うとこんな感じですか？熱い脂肪ウリムとか、まあ、いわゆる、このポケットモンスターサン&ムーンでゲットできないポケモン、あとは、まあ、ゲットできるけど夢特性とかが解禁されてなかったポケモンのミラクル交換会を実施したいと思います！イエーイ！ということで、まあ、毎週土曜日の夜にやっている、今週末の土曜日、やる、ミラクル交換生放送は、モッティがこれから、このサン&ムーンのシングルレートで重要になってきそうなポケモンの深余りをミラクル交換で流しまくるスペシャルバージョンミラクル交換会やろうと思ってます。今週土曜日の夜8時からやりますので、ぜひぜひご覧いただきたいと思います。でですね、皆さん、せっかく、まあ、参加していただくからにはですね、まあ、ぜひぜひ皆さんもね、深余り、準備していただきたいなと思うわけなんですが、ここでね、ちょっとね、ポケモンバンクをちょっとチラチラ見ながら、皆さんのちょっとリクエストをね、受けていこうかなというふうに思ってます。で、僕のコメント欄に、この動画のコメント欄に、この今上の、ポケバンクに出てるポケモン、例えば人影とか、ケロマツとか全然ゲットできないじゃないですか。まあ、いろんなポケモンがあると思うので、まあ、この中で、欲しいポケモンを書いてください。で、その中で結構、こう、リクエストが多いポケモンを、ちょっとあと3日間ぐらいでガッツリ負荷厳選して、で、ちょっと土曜日の、ミラクル交換会で流そうかなと。いう風に思ってますので、はい。ぜひぜひコメント欄でもしよかったらよろしくお願いします。おすすめはちょっとちょろちょろ紹介していきますけどね。テッシードとか。まあ、あとは何ですかね。あ、バンギラスとかもそう必要ですよね。バンギラスもまあ必要だろうし、まあなんかいろいろそういうポケモンがいっぱいいますからね。あ、結構ウリムとか残ってましたね。はい。ぜひぜひお待ちしてます。で、ぜひね、よかったら過去さんのポケモン持ってらっしゃる方、第6世代以前のポケモン持ってらっしゃる方も、同じ感じで、今回のミラクル交換会に参加していただきたいなと思うので、もし、時間ある方よかったらね、負荷厳選しておいていただきたいなと思います。あ、ゼニガメとかいる。あ、ゼニガメとか不思議なのに全然いるじゃん、普通に。あ、この辺とかバンバン流せますね。はい。で、ヘラクロスはメガ進化、メガ石を持ってきてない。残念ながら、みたいな。あ、
雪かぶりとかいますね。雪の王とかもいいね。あー、で、ハゲてる方のディグとかいますけどね。まあ、そんな感じですね。あ、結構いるんですね。まあ、まだまだいますか。あ、普通に、あ、ラプラスがいましたね。あ、こんなもんですか。だいたいあれですね。18ボックス分ぐらい深余りがありますね。まあ、おおよそ、だいたいね、あれだと思います。なんか 4V、5V とかいますけどね。4V とか 5V のポケモンばっかりだと思うので。まあ、ぜひぜひ皆さんもらっておいていただきたいなというふうに思うわけでございますんで、ぜひ今週の土曜日生放送 YouTube ライブでやりますんで、お楽しみにといった感じでございます。っていうのが、まあ、このポケモンバンクっていうものですね。まあ、詳しくは皆さんもね、欲しい方はぜひ買ってみてください。で、で、話戻しますけど、今度これですよね。ポケモンバンクで、じゃあ実際に、第7世代に、ポケモンを送ってみようじゃないかと、いうことで、ちょっと今日はですね、まあ、2匹だけ、まずは、ちょっと持っておきたいポケモンがいますんで、もう早速持ってきていいポケモンがいるので、この2匹をですね、サン&ムーンに送っちゃおうかなというふうに思います。このポケモンは何かというと、そうです、私の嫁ポケ、ビビオンちゃんですね。はい。まあ、ビビオンちゃんを知らないトレーナーはビビオンちゃんの前にひれ伏せるでおなじみの、ビビオンより遅いポケモン絶対倒すマン、ビビオンちゃん。そして、もう一匹は、もうすでに皆さんご存知だと思いますが、グローパンチ秘密の力を覚えている、まあ、第6世代最強と呼び声高いメガガルーラのガルーラですね。はい。こちらをちょっと持っていこうかなというふうに思います。で、とりあえず、ボックスに預けて、一回レポート書けばそれで持ってこれるのかな？よいしょ。じゃあ、レポート書いて、で、これで、サン&ムーンに入れ替えちゃえばいいっていう、そんな感じなんですかね。ポケバンク使う、あ！ちゃんと表示出ましたね、ポケットモンスターさん。ちなみに、ダウンロード版とかが入ってる人は、この上のカーソルの横に別のポケモンが出たりするんですよね、確かね。もう400時間もやってるんですね、早い。すごい勢いでやってますね、ポケモンね。ポケモンバンクいつも使ってるあなたにプレゼントがあります。何ですか？開発者である、私から感謝の気持ちね。はい。あ！まだ未解禁だった Z! ミュー Z! マジ？不思議な贈り物に送っておいたわ。後でレポートを忘れないでね。ありがとうございます。ありがたいんだけど、ポケマイル？ポケマイルは、バトルポイント9656。え、じゃあ待って。これさ、共通なの？ポケモンの第6世代と第7世代のバトルポイントって。え、超嬉しいんだけど、これ。めっちゃ欲しいけど、ちょっとまあ、ちょっと後にしとこう、後にしとこう、後にしとこう。え、マジで？え、第6世代貯めといてよかったバトルポイント。もしかしたら使えるんですかね。まあいいでしょう。とりあえずは。はい。っていう感じで、ポケットモンスター3のボックスが下切り替わりましたね。あ、いつも通りのいつものボックスですね。はいはいはい。じゃ、とりあえず、さっき、置いといたこの2匹を連れてきちゃえばいいんですか？でね、これ1個注意なのが、多分この状態はまだ大丈夫なんですけど、この状態から、もう一回第7世代に持ってきちゃったら、第6世代に戻せなかったような気がするんですよ、確か。過去作は確かそうだったと思うんですけど、もし違ったらごめんなさいね。なので、もし第6世代から第7世代にポケモン持ってくる際は、まあ、そこら辺は、もうしっかり戻さなくても大丈夫な状態にしておいて持ってきた方がいいかな、というふうに思います。はい。まあ、とりあえずじゃあこの3匹だけでいいかなって感じですけども、よいしょ。これでいいのかな？これで OK？ レポート書いちゃうよ。せーの、はい。これで何？第7世代に僕の嫁ポケビビオンちゃんがやってくるんですか？え、楽しみ、楽しみ。よいしょ。あ、いた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 。こんにちは。こんにちは、モッティさんです。そうです。おー、受け取ります、受け取ります。何ですか？イエーイ！ミューゼット！でもさ、残念なお知らせが1個あって、僕ミュー持ってないんですよね。ミュウの最後記念室を特別な Z 技にグレードアップすることができる。なんちゃらノバなんちゃらってやつですよね。持ってないんだよな。まあ、とりあえずじゃあちょっと早速ボックス見てみましょうか。あ、いた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 。うわぁ、来たー！ビビオンちゃん第7世代に、ようこそ待ったぜ。あ、で、ちょうどあれですね。黒い、ちょっとせっかくだからなんかと見比べましょうか。なんでもいいや。ちょっとレヒレでいいや。マークが違うと思うんですよ。マーキングの横についてるマークが、第7世代のマークがこの十字キーみたいなマークで、第6世代のマークがこれカロスマークって言われるマークですね。これがまあ、いわゆるその何世代産のポケモンなのかっていうのを識別するためのマークとして付けられてます。はい。なので、まあちょっと覚えておくと損はないかなっていうふうに思います。ありがとうございました、レヒレさん。じゃ、とりあえず見てみましょうか。いやー、ビビオンちゃんがやっと第7世代にやってきた。いやー、かわいい。はい。イェーヘー、かわいい。ビビオンちゃん、かわいい。いらっしゃい。第7世代いらっしゃい。よく待ってたね。
よくお留守番してたね。あーかわいい。かわいい、マジで。はい、ということで、第6世代のポケモンを無事第7世代に移すことができたんで、次はバーチャルコンソールバージョンの第1世代のポケモンを第7世代に移していこうかなというふうに思います。ということで、ポケモンバンクとセットで、ダウンロードすることができるポケムーバー、皆さんダウンロードして使ってみてください。やってみましょう。ちなみに僕、ポケムーバー初めて使うんですけど。あ、ポケットモンスター青。これそうですよね。多分僕がちょうど1年前に、実況したポケットモンスター青バーチャルコンソールバージョンのデータだと思う。多分。自信ない。すごい久々に起動するんでね。もしよかったら皆さんね、ご覧いただきたいなというふうに思います。結構僕のポケモン実況っていっぱいありますけど、個人的には1、2を争う良作だと思ってるんで、ちょっと自信作なんで、まあ、よかったら暇な時見てください。春休みとか暇だと思うんで見てください、ぜひ。皆さん見てください。3回言いました、大事なことなんで。何?転送するポケモンのニックネームや親の名前に、他の人の不快にさせるようなのが含まれている時は、書き換えて転送します。あらかじめご了承ください。勝手に書き換えられちゃうんだ。これが何ですか?これあれですよね。ポケットモンスター青の多分ボックスか。ほーん。これ丸ごといっちゃいます。なんか見覚えがあるポケモンがチラチラ含まれてるんですけど。ちょっといっちゃいましょうか。はい。まだちょっと、解析がされてないというか、攻略がまだされてない段階なので、できればね、例えばサンダー、ファイヤー、フリーザー、ミュウツーみたいな、こうゲットするの大変なこう純伝説伝説のポケモンとかはまだ持ってこない方がいいかもしれないっていう話ですね。まあ、あとは普通にこっちで厳選できるポケモンとかはまあいいんだろうなって思うんですけど、結構まだいろいろ仕様が確認しきれてないので、まあ、特にそういう超重要系なポケモンは持ってこない方がいいかもしれないですね。よし、じゃあとりあえずポケムーバーは起動を終えてポケバンク起動しましょう。はい。お、いましたね。転送ボックスの中にさっきのボックスのポケモンたちがずらっといました。あ、マークついてる。ゲームボーイのマークみたいのが横についてますね。へえ。なんかいろいろまだまだこれからですね。まあ、見つかることが結構あると思うので、まあ、なんかその辺のその初代のバーチャルコンソールバージョンのポケモンを現代に連れてくるとどうなるかみたいな話とかっていうのは、まあ、もしいろいろまとめられたら動画にもまとめていきたいなと思ってるんですけど、基本的に今わかっていることは一つは特性、初代から連れてきたポケモンの特性は、全部夢特性になるみたいです。はい。なので、うるおいボディ、食いしん坊、マジガ、そうですよね。マジックバードの天気。マジガなんか特にわかりやすいですよね。シンクロ精神力ですからね、ケーシーってね。になります。っていうのが、まあ、まず一つと、もう一個が、性格が、確か、てかこれマジが臆病だったら普通に使えますね。性格がですね、レベル依存らしいです。まだこの辺がちょっと正確には出てない話なんですけども、らしいので、もしかしたらそのサンダー、ファイヤー、フリーザーとかを持ってくるときは、レベルある程度何レベルかに合わせて、その性格を割り出して、で、そっから、まあ、現代に持ってくるのが良くなるかなっていう感じなんで、ちょっとこの辺はまあ、情報出揃うまで1週間ぐらい待ってたらいいかなっていう感じですかね。あとは、夢特性のポケモンには特性カプセルが使えない仕様に第7世代からなったらしいので、ずーっとこう散々話に上がってた、ノーガード怪力、ノーガード地割れ怪力っていうポケモンが、使えないみたいです。はい。そういう仕様らしいので、まあ、怪力、要は夢特性の怪力を、サン&ムーンに持ってきて、そこから地割れ覚えたね。怪力持ってきて、そこから特性変えることできないし、逆に現代の怪力は地割れそもそも覚えないので、どうしようもない。プラスアルファで言うと、怪力地割れ覚えさせて、それから負荷で遺伝させよう、技遺伝させようっていうのも、遺伝技じゃないからできないので、結果的には地割れノーガード怪力っていうのは今のところ、使えないみたいですね。残念。使いたかったのに。あ!っていうか、あれじゃないですか。亀山とドキンちゃんじゃないですか。いや、もうこの実況は、もう動画見てください。懐かしいですね、亀山。雨受け皿なんですね。陽気雨受け皿多分使えないですね。陽気雨受け皿。なるほどね。あ、無邪気力づくだったら結構ドキンちゃん使い道あるんじゃないですか、頑張れば。ね、角ドリル、まあ、なんかそこら辺。地割れドキンちゃんとかも使えたんですかね。どうなんでしょうね。長とも、長とも懐かしいですね。ブーちゃん!テリアブーちゃん、根性、かわいい。うん。悪化。悪化、攻撃、臆病、悪化、負けん気。負けん気、カモネギって初めて聞いたの?そうなんだ、夢特性。悪魔、癒しの心素直。まあ、悪魔じゃない方の悪魔ですね。まあ、こんな感じですか。あ、そういえばメタモンも一匹いるんですよね。このメタモンが何メタモンかって結構重要だと思うんですけど、第一世代3メタモン、ドン!頑張りや。これでいいっすか?これでいいっすか?はい。
ってレポート書いて、OK。じゃあまたちょっとサンド分起動してみましょう。はい。さあ、ということで、早速さっき連れてきた2匹見てみましょうか。お、ドキンちゃんと、メタモンですね。あ、なるほど、いいですね。じゃあとりあえず、ジャッジ見てみましょう。せーの、ドン。あ!やっぱそうなんだ。聞いていた情報によるとっていうか、せーの、ドン。あ、なるほど、なるほど。あのですね、3V 固定らしいです。はい。夢特性 3V 固定らしくって、ちょっと V はさすがにね、あの状況から見れなかったんで、なんか 3V 固定になるみたいですね。で、どこに V が入るかっていうのは、まあ、いわゆるその純伝説のポケモンの厳選の時とかと一緒で、まあ、完全にランダムみたいな話らしいですね。なるほどね。じゃあもうこれでとりあえず、ドキンちゃんは、まあ、なんかうまく、王冠とか使えば、まあ、両刀ドキンちゃんがいつか使えるのかなっていった感じになるわけだ。へえ、なるほど、なるほど。まあ、初代から、初代で第2世代は連れてこれないですね。で、第3世代、第4世代、第5世代のポケモンはポケムーバーを使って持ってこれると。で、第6世代のポケモンについてはポケバンク使って持ってこれるといった感じで、まあ、これで過去作がしっかり解禁できたので、まあ、あとはいろんな技を覚えたポケモンだとか、いろんな特性を覚えたポケモンだとか、まだあとは全然ポケットモンスター3&ムーンに出てこないポケモンもワンサカワンサカ使えるようになるという感じで、さあここからポケモンがいっぱい楽しくなってくるんで、僕もちょっとね肩ブンブン回しながら気合い入れて頑張っていこうかなというふうに思います。まあ、とりあえずいろいろもろもろ仕様がしっかり確認できたらね、いろんな伝説のポケモンとか連れてきて、まあ、そういったバトルとかもできたらいいかななんていうふうに思ってます。ちょっと時間があれですね、ギリギリになっちゃったんで、今日バトルはまた後日っていうことにしておけおこうかなというふうに思います。ということで今日はちょっとポケバンクポケムーバー解禁記念、そんな特別会でございました。改めてになりますが、今週の土曜日夜8時から YouTube ライブで、加古さんのいろんなポケモンミラクル交換で流すような生放送をやりますんで、ぜひぜひ皆さんご視聴いただきたいと思います。では明日のパートでお会いしましょう。モッティでした。バイバーイ。動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。動画下の赤いボタンポチっていただきたいと思います。来ました。いよいよ本日ポケモンバンク解禁されました。第6世代までの優秀なポケモンたちが一気にこの第7世代に押し寄せてきます。あ、やべえ、レベル100にするの忘れた。どうしよう。ハピナス道場、ハピナス道場。ではまた明日、暖かくして寝ろよ。